はい、皆さんこんにちは。ソニーからついに α7-3 の後継機 α7-4 が出るっていうことで、ね、ちょっとこういうソニーユーザーの方中心に世の中ちょっとざわついちゃってたりなんかしていますけれども、ちょっと今日はね、そっち系の話ではなく、インスタグラムでまた新しい方にフォローいただいたので、インスタグラムの話をちょっと今日はしようかなと思っています。はい、いつもこのチャンネルを見ていただいている方からなんですけども、インスタグラムで、メッセージいただきまして、いつも拝見してますと、ヒロさんのインスタグラムをやられてるっていうことなんでフォローさせていただきましたっていうメッセージがポンと来たんですね。でね、やら嬉しいなと思ってその方のページを見に行って、インスタグラムの、そしたらね、めちゃめちゃうまいんですよ。でモノクロばかりなんですけど、ちょっとねスナップショットのレベルが僕よりも全然上だなっていう感じの、とってもねいい作品をたくさんアップされてる方なんですけど、ハーピーひろこさんっていう方なんですけどね、ちょっとひろこさんの写真をお見せしたいんですけど、いろいろね、著作権というかもありますし、インスタそのまま写真はダウンロードできませんので、ちょっとスクリーンショットで撮ったものでご紹介したいと思います。はい、これがね、ハーピーひろこさんのページなんですけど、ちょっとねサムネで見ていただいても、ちょっと伝わるかどうかはありませんけど、大きなね画面だったらある程度お分かりかなと思うんですよ。とってもね、なんていうかな、いいですよね。視点がね、やっぱりまずもってそのやっぱり人が入ってるっていうね、フレームの中に、これがやっぱり一番大きなポイントですよね。で、やっぱり視点がいいなと思いますよね。こういう、ね、写真撮りたいなと思うんですけど、なかなか、ここまで寄るっていうことがやっぱり難しい中南部一つあるかもわかりませんけど、ズームなんかでね撮っていって、でこのね、モノクロがとってもなんていうか、このコントラストが若干強みでね、もう僕の好みから言うとドンピシャなんですけど、で使っておられるカメラがね X-Pro3 だったり GR3 だったりということで、僕のね富士フィルムとか GR とかよく使っていますけども、ここも機材もかぶっているということで、ちょっとねこの方、ハーピーひろこさん、ちょっとご紹介させていいですかってね、メッセージで、一応ご了解を得たので、ちょっと今日新しい方っていうことで、皆さんにご紹介をさせていただきました。ぜひハーピーひろこさんの写真もインスタでご覧いただければなと思います。ちょっと下にリンク貼っておきます。で、この前ですね、この前ちょっと前ですけど、ムーンライトさゆさんってとっても素敵な方がおられますというかお話もしました。50mm である先輩からね、50mm で3年だか5年だか1本でやった上でそのズーム使えと言われたっていう方なんですけど、この方も改めてちょっとスクリーンショットでご紹介しますけども、こんな感じでね、ちょっとねサイド強めの高めの写真を撮られていまして、で、ね、広角を最初対応されてたんですけど、今はね中望遠に移って、これもねまたね絶妙なね距離感でこううまいことこ撮られるんですよね。まだねカメラ始めてっていうか写真始めて1年ぐらいっておっしゃってるんですけど、やっぱ感性ってやっぱりねあるんだなっていうふうに瀬尾さんにしてもね、作品見てると本当に思いますね。ちょっと話しそれますけど、プロの写真家とアマチュアの写真家と写真のジャンルっていうのはあんまりねそんな区別がないと思ってるんですね。あんまり、ただもちろんその実力っていうか、プロの写真家の作品を見るとやっぱりね、僕らみたいなそのアマチュアの写真とはやっぱり1枚2枚違うよなっていうのはもちろんあるんですけど、でもねアマチュアの写真家の中でも、カメラ本当にどんなカメラであろうともレンズであろうとも、すんげえいい感性でその瞬間をね抑えられるっていうか撮られますから、そういう意味ではね、特にそのなんか特訓をするとか、カメラのね特訓をするとか、写真のもうめちゃめちゃ勉強するとかいうことがなくともですね、プロ並みの写真を撮られるアマチュア写真家って、結構おられると思うんですね。そのね一番のいい例が、最近というかここ数年前に発掘された
ビビアン・マイヤーさんとかね、ご存知の方おられるかもわかりませんけれども、全然アマチュアの、ね、ローラーフレックスで撮られてる 女性の、ね、方で、アマチュアだったんですけど、 お亡くなりになってからある方がいっぱいそのビビアンさんのね、まあ、多分書庫かどっかだかと思うんですけど、ネガが発見されたということで、そのネガを見たら、なんだこの人はと、すげえ写真撮ってるじゃないかっていうことでね、今のビビアン・マイヤーってとても著名なフォトグラファーの一人になってますけど、そんな方もおられるぐらいですから、まあ、ビビアン・マイヤーはちょっとレアケースかもわかりませんけど、まあ、でもね、やっぱりアマとプロのこう垣根ってあんまりない世界だなというふうには思っています。まあ、そんなことでですね、やっぱりアルファ7-4もいいなとかねそういうのはもちろんあるんですが、やっぱりそのプロの写真家とかアマでもとっても素敵な写真を撮っておられる方の写真を見てインスパイアを受けるということが、やっぱり一番写真が上手になる近道じゃないかなというふうに思います。で、インスタグラムついてで、もうあと2つほどアカウントを紹介したいんですけど、一つはですね、マグナムフォトがですね、アカウントも作ってあげてます。まあ、過去の写真とか今の写真とかいろいろこう上げてるんだろうと思うんですけど、ね、これもね、ただでマグナムの写真がね、インスタグラムで見れるっていうね、これはね、本当贅沢だなと思いますね。でやっぱマグナムってご存知の通り、報道写真家の、まあ、いわゆる協会というかね、集まりなんですけど、これはね、見応えがありますよね。でね、一つだけ、お話というか気づいた点を言うと、やっぱり、ね、ボケ写真ないですよね。ボケ写真って、まあ、報道写真なんで、あまりボケ写真だと何やってんだか、何が写ってるのかよく分かんないということにももちろんなりますから、やっぱり基本的にはパンフォーカス、もしくはその取材があって、まあ、その背景が若干アウトフォーカスになってる、まあ、いわゆるね、若干ボケてるっていうことはあるでしょうけど、基本的に、ね、パンフォーカスでね、構図ビシッと決めてね、ガシャッとこう、これはね、ほんとね、さすがプロと、もうこれはね、ちょっと真似でできないなっていう感じがしますね。マグナム、これもね、おすすめですね。スナップショット、特にやられてる方なんかは、とっても参考になるんじゃないかなと思います。あとですね、僕のチャンネルは割と富士フィルムユーザーの方がご覧いただいているのが多いようなので、富士フィルムの何だろう、いわゆるオフィシャルフォトグラファーの方なんですけど、ビータ・フルーメンというアカウント名でインスタグラムに上げられている方がおられます。サンドラ・エルナンデスさんなんですかね、ちょっと読み方が多分合ってると思うんですけど、サンドラ・エルナンデスさんっていうプロのメキシコとかカナダでね、写真を撮られてるプロの方のようですけども、この方のスナップショットもね、めちゃめちゃいいんですよね。今ちょっとサムネイルでね流しておりますけれども、さすがだなと思いますね。でこういうやっぱスナップショット撮られてる方って、やっぱりね、その瞬間瞬間なんでしょうけど、構図の撮り方がとっても上手ですよね。本当ね、僕みたいにね、すぐねボケ写真でこう逃げたりとかね、そういうことほとんどありませんから、やっぱり写真ってそういうアプローチの方が本当はね、正解なのかなという気が改めてしちゃったりなんかして、次回の念が出てくるとこんな感じになります。まあ、いずれにしてもインスタだけではないんですが、まあ、いつも言ってるように、本当に写真が上手くなりたいとか、僕もそうですけど、もっといい写真撮りたいとかね、見て、あ、これいいなっていう写真、まあ、もっと撮りたいなと思うのであれば、やっぱり、ね、本当機材よりも本当インスタとか写真集とか、まあ、インターネットで今いろんな、ね、写真家の名前入れればググればいくらでも見られますんで、そういうのをね、どんどん見ていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。インスタ今ちょっと4名、まあ、4名というか4つのアカウントの方、ご紹介しましたけど、 ご興味があれば、まあ、さっき言ったように下にリンク貼っておきますので、ぜひご覧いただいて、まあ、できればね、iPhone とかのちっちゃい画面よりは、まあ、せめて iPad ぐらいとか、まあ、できればPC ぐらいとかね、できるだけ大きな画面で見た方が伝わるものがやっぱり全然違ってきますので、ちょっと大きな画面でご覧いただくと、これはっていうのがね、インスパイアされる一枚がゴロゴロあるんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんなわけで、いろんなたくさんの写真、いい写真ね、特にいい写真を見るっていうことがやっぱり大事だなと思う次第でございます。改めて、はい、それでは今日はこの辺で。